登米市のこども園に刃物を持って侵入したとして31歳の男が現行犯逮捕されました。建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、登米市豊里町の無職、大槻渉容疑者です。警察によりますと、大槻容疑者は今日午前10時40分ごろ、登米市の豊里こども園の敷地内に刃渡り12センチほどの包丁を持って侵入した疑いが持たれています。大槻容疑者は子供を殺す目的で侵入したと話していて、容疑を認めているということです。警察や登米市によりますと、園庭で職員7人が見守る中、3歳から4歳の園児71人が遊んでいたところ、男性職員が敷地周辺を徘徊している大槻容疑者に気づき、園児を建物に避難させました。男性職員が声をかけたところ、大槻容疑者が無言で柵を乗り越えて敷地内に侵入し、持っていた包丁で切りかかってきたということです。その後もみ合いになり、職員数人がかりで押さえつけ、職員からの通報で駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。園児や職員にけが人はいませんでした。最近そういうのが多いので、まあ心配な心配な、いい対応をしてくれたのかなと思います。これまでのところ、大槻容疑者と園の関係性などは分かっておらず、警察が殺人未遂の疑いも視野に動機などを調べています。園では警察にパトロールを増やすよう要請するほか、職員による敷地内の巡回を定期的に行うよう警備を強化するということです。